こんにちは、ハンカです。今回はこちらキヤノンの RF16mmF2.8STM を3週間ぐらい使ってみての使用感をレビューしていきたいと思います。まず実際に撮影時の様子を見ていただきながら撮った写真や動画を紹介していって、最後にパソコンの方でデータを見ながら個人的な感想をお伝えしたいと思いますので、この RF16mmF2.8 の購入を検討しているという方に参考にしていただければと思います。はい、今朝のというか、夜の3時ぐらいなんですけど、これからちょっと星を撮ってみたいと思います。しっかりとした成形写真って撮ったことがないんですけど、せっかくの、超広角レンズなので、いろいろと試しながら挑戦してみたいと思います。はい、じゃあ続いてこちら、ブナ林ですね。ちょっと紅葉が始まって色づき始めててすごい綺麗です。じゃあここで、16mm の方で撮っていきたいと思います。よし、ここの池があるので、とりあえずリフレクションやってみたいと思います。水面ギリギリで撮ってきます。やばい、雨が降ってきた。やばいかな、これ。なんかあんまり綺麗に反射しないですね。光の入り方なのかな。水面がね、雨で揺れちゃってるのもあると思うんですけど、残念。よいしょ。ちょっとお日様が出てきたので、これで光棒を出してみるのも面白そうですよね。こんな感じで地面ギリギリから行きます。よし、では、ジンバル動画も撮ってみたいと思います。はい、続いて今度は、滝を撮り行きたいと思います。ちょっとまたジンバルで、動画の方も撮りながら、歩いていきたいと思います。よし、じゃあここからは、写真の方を撮っていきたいと思います。はい、思い切って ND10 使ってみます。じゃあシャッタースピード落とします。シャッタースピード15でもいけますね。水平もいいかな。よし、行ってみよう。よし、今度帰りは望遠レンズ使ってみたいと思います。よいしょ。よし、この100、200、100、400で撮っていきたいと思います。昨日こいつ触ったんだよ。いやでもね、昨日ね、こうやって袋ごとね、ああ、そうなの。
すごいな、マジですごいな、ここ。わ、これも立派。ほら。はい、ではここからはパソコンの方で撮影データを見ながら RF16mm を使ってみた感想を話していきたいと思います。まだ Lightroom の方に RF16mm のレンズプロファイルがないので、今回ほとんど取っ手出しの JPEG か DPP の方で補正をかけてから Lightroom で少し調整した写真になっています。でまず1枚目なんですが、こちら、星の写真です。本当にどんな設定にしていいのかわからなくて、スマホで調べながら撮った写真なので、成形写真しっかり撮っている方からしたら突っ込みどころがたくさんあると思うんですが、素人感覚としては撮れた写真見た時に実際の見た目以上に星がたくさん写っていて結構びっくりしました。中央拡大してみるとちょっとねピントは甘いんですが、すごく綺麗に写っていると思いますし、周辺部分に関しても、やっぱりコマ周差はあるんですが、個人的にはこうやって等倍で見なければ全然気にならないと思います。結構うちキャンプで星が綺麗な場所にいたりするので、ぜひ来年はこの RF16mm で夏の天の川なんかを撮ってみたいと思います。じゃあ続いて2枚目なんですが、こちらは同じ場所でそのまま日の出を撮影した写真です。この写真なんかはこの空と水田の明暗のグラデーションがすごく綺麗で、ちょっと YouTube だとなかなか伝わらないかもしれないんですが、この辺はさすがフルサイズだと思います。そしてはい、これも同じように日の出の写真です。このレンズ絞り羽が7枚で光場は14本になるんですが、結構綺麗に伸びてくれるので絞るとなかなかインパクトのある光場になります。はい、こちらも日の出後の写真です。ちょっとこの場所だと 16mm が広すぎていろいろと映りすぎてしまうので、やっぱりね広角は難しいなと感じました。こっちの写真が、RF100-400 で撮った写真なんですが、この100-400もめちゃくちゃよく写るレンズでしっかり改造してますし、色もすごく綺麗だと思います。これも100-400ですね。この時は場所とタイミングが良くてどこを撮っても絵になるような状態だったんですけど、やっぱり望遠レンズの方がバサバサと切り取れるので、この時は16mm 使ってるよりも迷いなくカシャカシャと撮れて、こっちのレンズの方がすごく楽しかったです。続いてはい、こちらはブナ林の写真なんですが、ここで一番印象的だったのがこのゴーストですね。この時は一応フードもつけてたんですが、これだけ正面から光が当たる状態で絞ればさすがにゴーストは出てしまうと思うんですが、それにしてもね逆光体制については、最近のレンズに比べると良いとは言えないかなという印象です。これも、同じ場所から縦構図で撮った写真ですね。しっかりゴーストは入っているんですが、逆にこういった写真なんかはこうやってゴーストがあることで光が差し込んできている感が強調されるので、個人的には結構気に入っていて、これもこのレンズの特徴だと思って使っていきたいと思います。はい、これはボケミに関してなんですが、この辺かな。やっぱり広角で開放でも F2.8 なので、そこまで大きくボケるわけではないので結構ざわざわしているかなという印象です。ただこの辺の玉ボケの形とかはやっぱり円形絞りなのですごく綺麗ですし、この仕様のレンズとしては全然悪くないかなと思います。はい、そしてこちら、滝を撮りに行った時の写真です。
この時は ND フィルターを使ってスローシャッターで撮ってみたんですが、やっぱりここでも 16mm が広すぎて、いろいろ移動してみたんですが、なかなか思い通りには撮れませんでした。はい、この写真ももう少し水面近くで撮りたかったんですけど、なかなかいい場所がなかったり、結構空が曇ってきたのでこの辺はなくてもいいかなと思ったんですけど、16mm だとそういうわけにもいかなくて、いろいろと悩みながら撮っていました。はい、これは100、400で撮った写真です。やっぱりこの場所に関しても望遠で切り取る方が簡単ですし、滝の迫力に関してもこっちの方が伝わりやすいかなと思います。これも100、400の 100mm で撮った写真ですね。この時滝の周りの紅葉もすごい綺麗で、タイミング的には本当にちょうど良かったかなと思います。はい、同じ場所から今度 400mm で撮った写真です。望遠だと遠くのものが大きく映るので、実際に目で見た感覚以上に滝の迫力が強調されていると思います。続いては、はい、こちらはヤギの写真です。なんか道の駅みたいなところになぜかヤギを飼っていて、餌やりができる場所があったので撮ってみました。本当はせっかくの広角なので、できるだけ寄って鼻デカ写真みたいなのを撮りたかったんですが、このヤギたちに餌に興奮して動き回るので、なかなかタイミングが合わなくて断念しました。寄りたかったので少し絞っているっていうのもあるんですが、このピント面に関してはかなりしっかりと改造しています。そしてはい、これは絞り開放で撮ってるんですが、これもピント面に関してはかなりしっかりと改造しています。廉価なレンズなんですが、開放でもここまでしっかり写ってくれるっていうのはやっぱりさすが単焦点だなと思います。はい、これは、100、400で撮った写真ですね。これもすごくシャープに写っています。はい、続いて、コスモスの写真です。ここは散歩がてら少し立ち寄ったくらいなのであんまり写真撮ってないんですが、これ確か日が沈んだ直後の写真になります。風が強くて、これもちょっとブレてはいるんですけど、スマホの液晶で見るくらいなら大丈夫かなと思います。こっちは、同じ場所で横構図になります。光が柔らかいっていうのもあるんですけど、すごく色味も良くって、これ取っ手出しの JPEG なんですけど、本当に簡単に綺麗に写ってくれます。あと広角なので、この手前のコスモスは大きく写って、この奥に続いている道を歩いている人たちなんかは結構小さく写るので、肉眼で見る以上に奥行き感が出て面白い写真が撮れるなと思いました。そしてはい、ここも同じ場所ですね。ここ手前にコスモスがあって、この奥にススキがあって、その奥にちょうど夕日が沈んでいく場所だったので、この時は 16mm しか持っていかなかったんですが、中望遠レンズの方がいい感じの写真が撮れたかなと思います。はい、最後に、海に行った時の写真です。今回撮った中で一番この 16mm の単焦点が向いているかなと思ったのがこの海で撮った写真です。やっぱり超広角なので、できるだけ広いものだったり大きいものを撮るときに本領を発揮してくれると思います。ただここでも手持ちで写真を撮っているんですが、後から見てみると水平が撮れていない写真が結構ありました。この写真すごくタイミングは良かったんですけど、この元のデータを見ると、はい、めちゃくちゃ傾いてます。海みたいに水平線が見える場所だとちょっとした傾きでもかなり目立ってしまうので、どうしても後からトリミングするようなことがあるんですけど、せっかくの超広角なのに画角も画素も無駄遣いしてしまうのはやっぱりもったいないので、これは本当に気をつけていきたいと思います。で、最後、はい、この写真、この写真なんかは元データの方を見ても、これはもうトリミングなしでだいたい水平が撮れている写真なので、本来の画角をしっかりと活かせたかなと思います。はい、今回はこちらの RF 16mm F2.8 STM を3週間ぐらい使ってみたんですが、まずこのレンズのいいところは価格が安いことと、軽くて小さくて扱いやすいことだと思うんですが、実際の写りに関しても予想以上に解像感が高くて発色もいいので、本当に L ズームに負けないくらいの描写性能があると感じています。唯一不満なところはこのマニュアルフォーカスへの切り替えスイッチがないことくらいなので、本当に購入してよかったと思えるレンズです。ただこのレンズに限ったことではないんですが、やっぱり 16mm の単焦点という仕様が思っていたよりも使いどころが難しいなと感じました。
今回写真を撮りに行った場所は16ミリの画角だとちょっと広すぎるなと思うことが多くて、結構いろいろと移動してみたりしたんですが、なかなか収まりのいい場所にたどり着けなくて大変だったので、やっぱり風景撮るときは画角を調整できるズームレンズの方が使いやすいと思います。で、今回この16ミリとこちらの100-400mm だけ持って写真を撮りに行ったんですが、ちょうど中間の価格が欲しいなと感じることが結構多かったので、改めてこちらの24-105mm、このレンズの画角がすごく絶妙なレンジで、本当に使い勝手のいいレンズなんだなっていうのをすごく実感しました。多分今回行った場所に関してはこの24-105mm だけ持って行った方が正直満足度は高かったんじゃないかなというふうに思っています。ただ海とか空とかとにかく広大な景色を撮りたい時なんかはこっちの超広角の 16mm の方が向いていると思うので、しっかりと必要な画角を考えながら他のレンズと組み合わせて使っていきたいと思います。あとは動画に関してなんですが、今回は全てカメラの電子手ブレ補正をオンにしているので若干 16mm よりもクロップされているんですが、それでもフルサイズセンサーのカメラでこれだけ広い画角の映像がこのサイズ感のレンズとカメラで撮れるっていうのはすごくありがたいので、もしかしたら自分の場合はこのレンズに関しては写真よりも動画で使うことが多くなるかなと思っています。日中の明るい状態であれば GoPro の映像でも十分綺麗なんですけど、少し暗くなってくると明らかにこの RP と 16mm の方が綺麗な映像が撮れますし、絞りを開けた時のボケ感なんかもやっぱり大きいセンサーサイズのカメラの魅力だと思います。ただこの EOS RP は今回全てフル HD で撮影したので問題なかったんですが、 4K 動画に関しては 1.6 倍までクロップされてしまったり、あと24フレームしか選択できなかったり、オートフォーカスに関してもコントラスト F のみになるので、正直 4K 動画に関してはほとんど使えない仕様となっているので、今後 4K の方にステップアップしたいなという時はカメラ側の更新が必要になるのかなと思っています。あとカメラの機能以前の問題でまだまだジンバルの扱いにも慣れていなかったりだとか、うまく編集する技術もないので、今回本当に撮った映像をつなげただけになってしまったんですが、こうやってせっかく YouTube もやっているので動画に関しても少しずつ勉強していきたいと思います。はい、ということで今回はこちらの RF16mmF2.8STM を3週間ぐらい使ってみての感想をまとめてみました。手軽に超広角を楽しんでみたいという方には本当におすすめのレンズだと思うので、ぜひ検討してみてください。では、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。